抵抗も闘争も無駄と知れ。お前は何も考えなくてよい。ただ目を閉じるだけでよい。私が全て優しく終わらせてやる。あんたいい嫁さんになれるぜ。疲れて帰ってくる旦那はそういうのを喜ぶんだ。この後に及んでその余裕、素敵な獲物に感謝します。ベアトリーチ様。やるな、中年男。西部劇世代をなめるんじゃねえぜ。間抜けなやつね。夫と一緒に逃げればよかったのに。大丈夫よ。私が困った時、彼が助けに来てくれなかったことはないんだから。アスムさんがいた頃であってもね。仲がいいのね。嫉妬するわ。私は嫉妬のレビアタン。嫉妬こそが我が力、我が怒り、我が源泉。同感ね。嫉妬は女の力の原点よ。ベアトリーチェ様、姿を現されては危険です。まさか姉貴か。違うわよ。私の名前は黄金の魔女ベアトリーチェ。何が黄金の魔女だ。ベアトリーチェ様、危ない。私は七姉妹の中でいつも一番成長が遅かったの。その劣等感が7日7番嫉妬し力に変換した時、私は姉妹の誰にも負けない力を得たの。7日7番ですって。その程度で嫉妬なんてまだまだ。何？ルドルフさんと最初から付き合ってたのは私だった。アスムさんが白々しく間に入り込んできて体を武器にして騙し込んだ。はあ？そしてアスムさんはバトラ君を出産したわ。私は死産したの。だからアスムさんが死ぬまで嫉妬したわ。だから笑わせないで小娘が。てめえに男を寝取られて18年間嫉妬し続けた女の狂気がわかるかよ。恋も嫉妬もあなた全然足りないわ。出直してらっしゃいお嬢ちゃん。何やってんの？何当たっちゃってんのよ。興ざめだわ。魔女の家具ともあろうものが人間に破れるなんて。そいつは姉貴の盾になったんだよ。お前はいい女だったぜ。天国で化粧して待ってろ。口説きに行くからな。ルドルフさん。おう、無事だったか。悪いな、チェックメイトだぜ。